m は、動力分散方式の鉄道車両において、動力車と付随車の構成比を示したものである。MT 比は運転手が乗務時に携帯する運転時刻表の、検引定数欄に記載されることが多い。MT 比の異なる3両編成の電車も識揮図。上は 1M2T、下は 2M1T。車両重量、電動機、波数比が同じ場合。 下の編成は、動力車が多く、加速性能に優れる。特殊な MT 比を持つ編成。中間 M 車のうち、片側台車のみを、電動車とし、全体の MT 比を1、1としている例。4つの車軸のうち3つに電動機を設置し、全体の MT 比をほぼ1、2としている例。電車や、機動車など、動力分散方式の車両では、 走行するための動力を持った動力者と持たない付随者により構成される。この構成比を MT 比と呼び、前後を動力者数、後後を付随者数の比で示すのが基本である。動力者が6両、付随者が4両の編成であれば、MT 比は3、2となる。また、単純に動力者と付随者の編成をそのまま 6M、4T のように表すことがあるが、 これも抗議の MT 比と言える。動力者の比率が高いものを MT 比が高い、付随者の比率が高いものを MT 比が低いと表現する。一般には MT 比が高いと高性能な編成となり、逆に MT 比が低いと経済的な編成が得られる。また、動力者一両あたりの走行性能が同一の場合であっても、 路線の特性やダイヤに応じて MT 比を変えることにより性能の異なる編成を組むことができる。電車の動力車では各車軸に一機ずつ主電動機を搭載するのが基本であるが JR 東海313系電車のように3両編成の場合でも通常の動力車を1両、付随車を1両とした上でもう1両を 片側の台車のみ動力台車とし、全体の MT 比を1、1としている場合もある。同様な例では、JR 西日本223系電車のように4つの、車軸のうち3つに、主電動機を搭載することで、編成全体の MT 比を調整していた例もあった。これらのことから、MT 比は、動力台車と付随台車の構成比、もしくは、 動力軸と非動力軸の構成比と定義することも可能である。MT 比は要求性能と経済性から決定され、要求性能としては編性出力や粘着性能、あるいは加減速性能が上げられる。一般に急勾配路線の電車や地下鉄や駅間距離の短い路線などではこれらの要求性能が高いため、MT 比が高く設定されている。例えば、 関東地方の快速線、種別また、近郊路線に重当される JR 東日本 E217、軽電車の基本編成は 4M7T でのちに、製造された山手線重当用の E231K500 番台は 6M5T になるなど、同じ編成数でも、路線特性によって、大きく異なる。車は電車に比べると実用上の出力特性で、劣るため、 付随者は設定せず、すべて動力車とするのが基本である。ただし、台車に直接電動機を搭載できる電車とは異なり、起動車の機関は床下に大きな空間を必要する上、変速機や冷却機にもスペースを割かれ、取り付け位置などにも制約があるため、車体構造や搭載機器の構成によりやむを得ず付随者を組み入れる場合もある。線形に恵まれた、 欧州の鉄道では、古くから付随車の組み込みが見られた。日本でも、国鉄機ハ08軽機動車のように、改造費を抑える目的で付随車を設定した例がある。機動車の性能向上が著しい近年では、再び付随車の組み込みが見られるようになっている。直流電動機が用いられた時代は急勾配、路線用車、高加速性能車でに、一致。 平坦線区用は1、1程度が一般的であったが、1950年代中盤から1960年代初頭にかけてのカルダン駆動方式実用化初期には、中空軸平行、カルダンや WN ドライブでは、加藤継ぎ手の寸法的な制約などから、十分な性能の電動機が使用できなかったことから、消失力の電動機を、編成前者に、 増加する全電動車方式とすることで、要求性能を確保する例が多く見られた。この傾向は、特に、バックゲージ幅の狭い 1067mm 機関の、鉄道向け車両に強く、標準機関が向けでは、奈良電気鉄道で幅 1200K のように1954年の、段階で、すでに MT 比1、1での使用を前提に設計された車両も存在した。 その後も、京浜急行電鉄、名古屋鉄道、阪神電気鉄道、南海電気鉄道など一部の私鉄では1970年代に入ってもなお、加速減性能の確保や、在来車との互換性維持を目的として、小型消出力の電動機を搭載し、全電動車とする場合があった。1980年代以降、日本では小型で高出力な誘導電動機が、 一般的に用いられるようになるとともに、電子制御技術の進歩により、粘着性能も向上したため、MT 比は下がる傾向にあり、1、1を下回る編成も珍しくなくなった。ただし、高雨時高雪時など、粘着率が極端に低下した、条件下での制御は現在でも難しく、車種、車重にもよるが、MT 比が低いほど空転が起きやすい。そのため、 あえて MT 比を高く設定した編成が組まれる場合がある。また、前述の阪神電気鉄道は普通列車について全電動車方式による高加減速車を使用することを前提とした非常にタイトなダイヤ編成となっているため普通専用の5 5 0 0系については大出力化の容易な誘導電動機装備ながらあえて1 1 0ットと 定格出力を低く抑えた、主電動機を編成の全車・全車軸に相加して、例外的に、全電動車編成としている。なお現在では、編成の連結量数の変化に容易に対応可能と、するなどの理由から、基本を、全電動車としつつ、各車両の同軸数を2として、編成としての MT 比を1、1以下とする JR 西日本321。 軽電車のような例も現れており、1モーター1インバータ構成で制御機の設計の自由度が向上したことを背景として、MT 比を編成の車両単位で考えるのではなく、各社の同軸と U 軸の比率で考える設計への移行が主題に進みつつある。時速 200km 以上の高速運転を行う新幹線は、 編成全体として大きな出力が求められることから多数の電動機を必要とし、概して MT 比は高く設定される。これはその時点で製造、使用可能な電動機出力の関係からも変遷しており、出力が比較的小さい直流電動機を使用する0系、さらに2 0 0系は全電動車であった。その後、経済性の観点から、 MT 比は徐々に下げられ、設計の最適化による、軽量化、空力改善と、半導体技術の進歩により1 0 0系は16両編成で、3、1、小型高出力な誘導電動機が用いられた3 0 0系では1.7、1にまで低下した。しかし、1990年代後半からの、さらなる高速化により、新幹線の MT 比は、 再び高くなる傾向にある。新幹線で最初に最高速度実速 300km での営業運転を実施した 500K では、全電動車、700K では16両編成で3、1と向上しており、最新の N700K、N700S についても、時速 300km 運転や加速性能向上を目的とし16両編成で、 7、一と高い設定がなされている。再び MT 比を向上した背景として、付随車に設置していた渦電流ブレーキの重量が、重く電動台車から制動力を補填した方が、軽量化が図れる上に、省エネ効果の高い回生ブレーキの高性能化により、MT 比向上のデメリットが少なくなったことが挙げられる。また、急勾配が続く。 九州新幹線用の800系及び、山用、九州直通用の N700 系7000番台、8000番台には、全車電動車方式が採用されている。日本国有鉄道は、1950年代から、ローカル線の無塩化対策として、機動車を大量に投入してきたが、これらの機動車に、標準的に搭載された機関は1機あたり150から170。 PS と比力であり、とりわけ急勾配路線では満足な走行性能が得られなかった。そこで、機関を2機搭載した動力車を投入してきたが、搭載する機関の数により、走行性能が異なるため、機関に機搭載を M、1機搭載を M と動力車を区別して、編成を示していた。例えば、4M2 メ m ートル 1T は、 機関を2機搭載した動力車が4両、1機搭載の動力車2両、付随車が1両の編成である。国鉄が JR に移行した1980年代、後半からエンジンの定格出力が1エンジン車で、最大 660PS、2エンジン車だと、最大 900PS オーバーと、一般的な電車と比較してもそれほど見劣りしない、水準に到達している。 しかし、前述の通り実用上の出力特性は電車に劣ること、エンジンの出力増強を速度性能の向上に振り分けたこと、それに粘着特性の問題などから、すべて動力車とする編成が基本となっている。内燃機関の定格出力は、電動機のそれに比して劣るものではない。しかし、鉄道車両に用いられるような比較的排気量の大きなエンジンでは、 軸トルクが回転数に関かかわらずほぼ一定で、それに対し電動機は速度が低い時にトルクが最も大きい右下がりのトルク曲線となり、速度の変化する重量物の運転に向いていること。また、電気車でしばしば行われる過負荷運転ができないことなどから実用上の出力特性は電動機に比して低い。JR 北海道の141系機動車や14、 軽寝台車を組み込んだ百八十三軽機動車の夜行列車など、後継の五千五百五十系や五千七百系では、3M1T となっている、HATMT 比の極端に低い編成は、経済性は高いが編成の分割併合や、両数の増減といった車両の軌道的な運用においては編成の走行性能に大きな変化が生じる、あるいは編成分割が、 数少ない編成中の動力車の数に制約されるなどの問題がある。ただし、東北新幹線で運用されたダブルデッカー車組み込みの16両のエッジ編成は 14M2T、12M4T2M1T のユニット5つと、博多、新大阪型先頭車の付随車1両の構成。16両で 10M6T 高速走行を行う新幹線では、 非接触式ブレーキである、電気ブレーキの重要性が高く、MT 比の低い編成では付随者にも、電気ブレーキを設置する必要があった。直流性粒子電動機を装備した、直流電車に比べ、粘着性能や高速性能ではそれを上回る。一般に、日本の機動車では 350PS 以下のエンジンの、場合、台車構造の煩雑化や、それに伴う、 重量課題などを避ける意味で1エンジン1軸駆動となっており、500から 660PS 級の1エンジン車も、300から 355PS 級の2エンジン車も、いずれも1両あたりの同軸数が2軸となる。したがって、同一 MT 比であっても起動車は電車に、比べ同軸数が少なくなり、現在の軸重での都な出力向上は、粘着性能の低下を招く。 ありがとうございます。